はいどうもこんにちは、ライム TV のライムです。今回はマイクロソフトライトシミュレーターでグライダーのモッドを作ったので遊んでいきたいと思います。ということでね、こちらが、今回ね使っていく ASK21 ですね。アレキサンダーシュライハーというドイツの、メーカーのグライダーです。今回ねこちらを使っていくわけなんですけども、このモッドはですねちょっと配布はできないです。なぜかというと、これあのモデルのデータの元になってるやつが、元々ねプレパー 3D で自分が使ってた ASK21 の有料のアドオンなんですよ。なのでちょっとねそのエアロソフトのアドオンを元々買ってる人じゃないと、このデータはね手に入らないものなので、ちょっとね、有料のものなんでね、ベースがなので配布はできないです。はい、そこはね、ちょっとご理解いただけたらなと思います。ということで、やりたい方は自分で買って、自分でねコンバートしてやってみましょう。はい、やり方はね、レガシーインポーターというのを使えばね誰でも簡単にできるので、そんなにプログラミングとかね、そういったものは多分必要ない。ちょっとコード書き換えたりとかあるんですけど、あんまりないので、その辺はねググりながら頑張って、やればいけるかなと思います。はい、ということでね、今回ねこちらをね使ってやっていこうかなと思います。やっていきましょう。アニメーションとかもねちゃんとねコンバートされてるんですよ。なのでこんな感じでね、はい、だいぶブレーキの開閉とか、あとコックピット内のレバーのね動きとかも一応ね、ちゃんととどでもないけど、再現はされてますね。ただケーキがちょっとねあんまりうまく変換できてなくて、このねデジタル類はなんかあんまりねうまくいかないんですよ。だからちょっとこれは機能しないです。でアナログ類は動くんだけど、なんか単位の変換がおかしいのか、スピードもねなんか110ノットぐらいで、ノットじゃないですね、110キロぐらいで失速するんですよね。はい、で、バリオもなんかぶっ飛びます、見ればわかるっていう感じで、あんまり景気類はねうまくいってないです。で、今回ね、グライダーやっていくわけなんですけども、ウインチとか栄光機がまだ実装されてないというか、グライダー自体そもそもサポートされてないので、なのでちょっとねこ上に上昇するためにキーボードの Y を押します。はい、で、F4 ですね。その後に Y を押した状態というか Y を1回押してから次 F4 押すと、こんな感じでね真上に、上昇できます。で、下げるときは F1 ですね。 F1 押すと下げられます。上げるときは F4。今回ねこの機能を使ってちょっと、1回ね発光して、で飛んでいこうかなと思います。はい、まだねグライダーがね正式に実装されてないから、そもそもねマイクロソフトライトシミュレーターでグライダー認識しないんですよ。はい、だからねディベロッパーモードっていうモードがあると思うんですけど、1回あれにしてセレクトエアクラフトでグライダーを選択しないといけないんですよね。メニュー画面のワールドで飛行機を選ぶとこがあると思うんですけど、あそこにね表示されないんですよね。タイプロールがグライダーになってると、自分はこれモーターグライダーとか適当に書き換えてねやってるんで一応表示されるんですよね。だからちょっとその辺も含めていろいろねまだまだグライダーが正式にサポートされてないので、ちょっとおかしなことになります。はい、それはねさておき、こんな感じでね、はい、グライダーでね遊ぶことができます。正式実装まで待てない方はちょっとね、自分でグライダーね、変換して使ってみるのもありなのかなと思うんですけど、そんなにねリアルじゃないから、普通に正式実装ね、待ってもいいかなと思います。来るとねいう風に言ってたんでね、マイクロソフトの人もという感じ。今飛んでるのはイギリスですね。はい、右手に見えるのがドーバー海峡です。はい、ということはねここはもうどこかお分かりですね。はい、そうです、グライダーね、かなり有名だと思うんですが、ドーバーのね白い崖ですね、ホワイトクリフ。ここはね、グライダーそんな有名じゃないか、ごめん、そんなに有名じゃないかもしれないけど、いい感じにね、リッジリフト、海から吹く風でリッジリフトが出るので、非常に、面白いところですね。はい、景色も綺麗だしね。はい、で本当はね、ホワイトクリフって言って、白い壁みたいになってるんですよ。この崖がもう壁のように、垂直のね、崖があるんで。なんですけども、このゲームだとホワイトクリフありません。なんか緑色の斜面になってます。ちょっとね、良くないですね。有名な場所だから、これはね、イギリス人怒っていいと思うんだよな。ということで、今日はね、ドーバーのホワイトクリフをね、ちょっと飛んでいこうかなと思います。海めちゃめちゃ綺麗だな。本当海綺麗ですよね。もう、マイクロソフトフライトシミュレーターじゃなくてさ、これ同じベースのゲームエンジンでさ、なんかマイクロソフトシップシミュレーターも出せばいいと思うんですよね。こんだけ海綺麗だから。で、世界中行けるしさ。ただ、マイクロソフトシップシミュレーターなんてね、出した日には、1回の航海、なんか1週間かかりますとか、1ヶ月かかりますみたいなになると思うから、もう、多分低評価
めちゃめちゃつくだろうけどね公開中やることなさすぎでしょみたいなねということで、これ風ちゃんと吹いてるか。あ、吹いてますね。はい、もうちょい強みにした方がいいかな。はい、結構強いな、これだと。もうかなり機体が流されますねこんだけでも吹かせればね、全然いけますね。ということで、まあ、今回ね、ホワイトクリフっていうのがこのすごいねちっちゃいところでやってるんですけど、もっとねちゃんと山とかでやればしっかりねソアリフできるので、ぜひともね、はい、まあ、グライダー変換してコンバートしてね自分でモッドを作った方は山に行ってね、リッジソアリングしてみてはいかがでしょうか。ウェーブとサーマルに関してはね、ウェーブがまだなくて、サーマルはなんかあるみたいなことは言ってたんですけど、本当にあるのかどうかよくわかんないです検証してないですね。なのでちょっとまだその辺はね、いろいろグライダーねやっぱ正式実装されてないってとこから、まあうまくねいかない部分もたくさんあるんですけど、とりあえずまあちょっとねそれっぽい感じに楽しめるという意味では、まあこのね、一応アドオンモッドとしてねやっていくのもありなのかなと思います。いいね。なんかあるな、海に。あれなんだ、あれなんでしょうかね。なんか海に船かな、いますね。ドーバー海峡向こうフランスだろ、カレーか。あっちはこう見るとやっぱ近いっすね。ねえ、第二次世界大戦の時は向こうからねロンドンに向けてこういろいろ爆撃機だったり、ね、V1 ロケットだったり飛んできたわけですけど、やっぱこう見ると近いっすよねめちゃめちゃ近いよな。いいね。ということで、グライダーでねひたすら飛んでてもなんかあれなので、そろそろね着陸しようと思うんですけど近くの滑空場まで結構距離あるんだよな、確か。ここですね、はい、ここ。あ、まあそんなないか、言うてそんなないけど、まあまああるんだよな。ちょっとじゃあ、行ってみましょう。おお、いいね。マイクロソフトライトシミュレーターのね何がいいかって、なんかこう下を見るとさ車とか走ってるんだよな。なんかすごいこういうのね、なんか雰囲気いいよね。なんかあ生活感があっていいなみたいな。ちゃんと下にもこう人のなんかこう営みがあってね、いいよね。やっぱ下にもこうなんかちゃんと人々のね暮らしがあるっていう感じがして、すごくねこういった部分がね、あのほんと細かいところだけどやっぱ飛んでる感がより出てねいいかなと思います。グライダーの面白いところはやっぱ普通にまあ飛ぶのも楽しいけど、いろいろ競技性もね高い、まあスカイスポーツの一種なんでね、競技性が非常に高いので、うん、まあそういったところでまたね、大会みたいなのもね開催できたらいいかなと思います。さあここですね、着陸していきましょう。さっきも言った通りちょっとね、速度のね計器がおかしいので、これ110キロぐらいで失速するんですよね。だから早めに、すごい早めに入っていかないといけない。もうちょい速度上げちゃっていいか、こんぐらいですね。あ、なんか航空写真のグライダーが一気いるよいしょ、おっと曲がっちったはい、ということでね今回こんな感じで、終わりたいと思います。以上ね、ライム TV のライムがお届けしました。よければチャンネル登録、高評価ね、ぜひともよろしくお願いします。では次回もお楽しみに。